初音ミクプロジェクトディーバは素晴らしいクリエイティビティ中心の音ゲーシリーズだと思っています。2007年に登場したボーカロイドの初音ミクは音声合成ソフトとして大ヒットを記録し、バーチャルアイドルに楽曲を歌わせるという今では当たり前の文化を生み出しました。初音ミクプロジェクトディーバはその初音ミクをテーマにした音楽ゲームであり、主に携帯機とアーケードで展開されました。アイドルのミュージックビデオを見ながら音楽ゲームをするということは今ではスマートフォンの人気のジャンルになっていますが、本作はそのパイオニアであり、アーケード版も当時としては珍しいタッチパネルを採用し、その後のセガの音ゲーに大きな影響を与えました。音ゲーによくあるがちの同じ曲のイージー、ノーマル、ハード、オニーみたいな選択肢はあるんですけど、おそらく他の音ゲーよりはその難易度カーブがうまくできてまして、本当にこうプレイしながら自分のスキルがうまくなるとか自分のプレイがうまくなるようにはできていると思っています。まあ、このソフトはですね、そんなにリズムゲームとしては何かすごい革新性があったっていうわけじゃなくて、ミクの PV を自分で作ることができる、リズムゲームを自分で作ることができるエディットモードは結構革新性が高かったんじゃないのかなと思います。というのも何か当時 そのニコニコ動画をよく見返してみると分かると思うんですけれども、 今もそうかな、新しい楽曲が出たらその楽曲に合ったイラストをバックに、新曲を流すっていう動画がだいぶ主流だったんですよ。で、まあミク そのダンスを作るダンス PV を作るっていうんだったら、ミクミクダンスっていう PC で使えるソフトをダウンロードして、まあ、それなりにいいスペックの PC 用意して作るっていうのが、まあその時の主流だったんですよ。ところがこのゲームが出たことによって、この中に収録されているミクのモーションを使ってミク そのミュージックビデオを作ることができるっていうのが結構革新性があったんじゃないかなと思います。何よりもの特徴は、当時ニコニコ動画などで人気を博していた初音ミクの楽曲をそのまま採用することで、ある意味で音楽ゲームのコンポーザーの登竜門として機能したことです。今や音楽ゲームは日本だけではなく東アジア全体の音楽カルチャーの重要な一つですが、初音ミクと本作がそれを加速されたことは間違いありません。好きな曲を、プレイするときにどのボーカロイドキャラクターが歌ってくれるのか選べる、そして彼らの服とかアレンジはできる、そしてさらにですね、やれば、自分で譜面も作って、友達に送ってプレイしてもらうこともできるので、本当にその、クリエイティビティの側面とそのコミュニティとかボーカロイドコミュニティの側面、その両方強くできてますので、本当に素晴らしい音ゲーです。大好きです。